こんにちは、カルパパです。今日はね、アウトドアグッズの紹介ということなんですが、これね、まあ、おなじみのラージメスティンですよ。でこっちがね、あの昔から売ってるラージメスティン、これはまあだいぶ前に買ったんですけど、正直言うとね、10回ぐらいしか使ってないのですからね、そんなにあの汚れもないですし、まあ、中はね、いろいろ使用感がありますけど、でね、使ってるか使ってないかってね、だいたいこうやって回転してるでしょ。これなんで回転してるかというと、こう火いっぱい当ててると、ここだけが盛り上がってきちゃうんで、こう平らなとこで置いた時にですね、回転してるかどうかで分かるんですよ。でね、まあ、まあそれはいいとしてね、これが普通のラージメスティンでしょ。で今回ですね、オーダーしてやっと届いたのがこっちのメスティンなんですよ。こっちもラージで、取っ手の色はね、これが黒で、これが透明、これシリコンなんですけど、これはさっき変えました。ちょっと見分けつくようにね。でね、これはね、中じゃーん、これね、テフロン加工なんですよ、蓋もね。でね、こういうメスティンにテフロン加工する会社で有名なのが、あの快速旅団っていうね、あのウルトラライトのパッキングとかね、面白い商品を売ってるネットのショップがあるんですが、ラージを待ってたらね、まあ半年ぐらいやっぱかかりましてね、やっと届いたんで嬉しくて今日レビューしてるんです。メスティンをあえてね、今紹介するっていうのもなんなんだけど、びっくりしちゃったの。さっきね、アマゾンでこの普通のラージメスティンね、普通のラージメスティンの値段を何気に見たらね、9900円だって。これはあの僕が見たやつね。いや、びっくりしちゃったよ。昔ね、このラージメスティンってね、それは3000円しなかったんだから、それがね、9900円だって。びっくりしちゃった。よっぽどメスティン人気があるってことなんでしょうね。でね、僕から言わせてみればね、メスティンってね、そんな優秀なクッカーかって言ったらね、別にそうでもないんですよ。これね、アウトドアっていうかね、山やってる人間なんかね、本当にメスティン使う人少ないんですけど、ただ僕があえて今回取り上げたのはやっぱりテフロンってことです。平地のね、もしくはちょっと山あいのキャンプ場でね、でしかもあのファミリーなんかで行くようなところは当たり前ですけど炊事場がありますから、炊事場でガシガシ洗えるわけですよ。ところがね、まあ、山やってる人はもう当たり前のことだけど、山の天場って別に炊事場があるわけじゃないしね、2回目以降使えるようにね、しっかり汚れを、まあ、落とさなきゃいけないと。その時やっぱ必要なのはどんだけ落としやすい加工をしてあるかということ。皆さんの家のフライパンだってテフロン加工でしょ。やっぱ焦げ付かないってことは当然汚れも落ちやすいってことです。で、ね、やっぱりね、軽く水を垂らしてね、キッチンペーパーとかあの辺で拭き取れるのがやっぱり山の天場では理想ですから、これをオーダーしましたということですね。ちなみにね、重さですけど、まあ、通常のラージメスティンね、これが約 270g で、このテフロン加工してあるやつ、これがね、だいたいさっき測った 275g ぐらいのね、大して違わないです。テフロン分ぐらいがねプラスオンしてるぐらい、同じ大きさです。容量も変わりません。容量はね、1350だって。僕はね、昔は1400って頭の中入ってたんだけど、ラージメスティンでご飯炊く人は分かってると思いますけど、理屈はね、3合半ぐらいまでは炊けるんですけど、美味しさとかね、その辺考えたら2合半ぐらいまでにしておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、こちらのテフロン加工のラージに関しましてはね、まあ、これでご飯炊くというよりも、どっちかっつったらせっかくテフロンですから、これいろいろ焼いたりね、煮たりすることも含めてですね、非常に使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それではね、鍋釜の紹介をいっぱいしてても仕方ないので、今日はせっかくテフロンのラージメスティンが来ましたんで、なんか作ってね、これで食ってみたいというふうに思います。それではそれでは、さっき、ラージメスティンの紹介をしたと思うんですが、で実際なんか作っていこうと思います。でバーナーはね、たまに出てくる外の ST301 ですね。で今日はね、ちょっとカグママの協力もあってね、パスタを作ろうと。で具はね、こんな感じですね。はい、見た通りね、まあ、玉ねぎ とピーマン、あとベーコン、まあ、あとその他という感じで、まあ、何を作るかっていうとね、ちょうどあのタイトルでもあると思うんですけど、ナポリタンをね、作っていきたいと思います。でこれよくね、みんなやりますよね、あの水で戻したやつ。約ね、今からそうだな、50分ぐらい前に水に浸しておいた麺を使います。まあ、山での使い方としてこれ全部入れてですね、なるべく水は捨てないというようなことでやっていきたいと思います。
で、で、蓋をですね。はい、こんな感じですかね。で、麺はね、ちなみに 150g 使ってます。で、 150g だとね、まあ、塩の量って大体 1% なんで 1.5g ぐらいなんですけど、まあ、大体こんなもんですね。はい、これで炊いていきます。今回のね、ナポリタンに関しては何もあのテフロン加工じゃなくてもできると、まあ、いうことですけど、まあ、本当にあの稜線上の天場とかで、炊事場がないようなところですね、まあ、作るにはですね、やっぱり拭く手間というのを省かなきゃいけないので、やっぱテフロンが有利ですね。あのそこらの平地のね、クソ暑いファミリーキャンプでやってる分にはね、何もこんなのいらないと思うんですが、やっぱりね、山やる人間はね、なるべく洗う手間とか、まあ、そういったものを省いてやりたいと思いますんで、まあ、今回こういうテフロン加工のものを使って、ちょっと実験がてらやっていきたいと思います。はい、いい感じになってきました。あのね、だいたい水気全部飛ばさなくて大丈夫です。で、こんな感じでできましたんで、パスタ完成なんで、まあ、これは別のお皿にですね、ちょっと持っときます。はい、じゃあですね、まあ、麺ができましたんで、あとはね、これでキッチンペーパーで拭いていきたいと思います。汚れというか、汚れじゃないけどね、こびりついたこれ澱粉質ですか、まあ、この辺も、まあ、綺麗に落ちますね。はい、まあ、さすがテフロンですね。はい、はい、一応ね、表面は、まあ、キッチンペーパー2枚ぐらいでね、はい、綺麗になりました。ちょっとね、火を入れて表面乾かしていきます。で、今回はですね、まあ、ナポリタンを作りますんで、まあ、僕の場合はね、まあ、適当にボン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 ぶっこんでいきたいと思います。実際ね、山の天場だと、まあ、こんな容器持ってけないですけど、今日は家なんでね、これから入れていきたいと思います。はい、適当に入れてですね、でね、山の天場だとね、こういうね、ニンニクのみじん切りとかね、まあ、こんなおしゃれなのはね、なかなかなできないと思うんですが、まあ、今日はとりあえず家なんでね、はい、こういうのも入れていきたいと思います。じゃあ再び火を、はい、ちょうどね、あのメスティン、これ非常に薄いですから、火はね、絶対強火でやらないでくださいね。弱火と中火の間ぐらい、こんな感じで、なんかいいね、ほら料理動画みたいな。ナポリタンですからね、そんなにね、ニンニクは入れない方がいいかもしれないね。まあ好みもあるけどね。はい、こんなもんで、まあ、油にね、香りを移します。で、あとはまあ野菜類をぶっ込んでいきましょう。玉ねぎの次がですね、ピーマン。で、一応ね、手は洗ってます。はい、はい、こんな感じかな。で、どっちみちね、この辺の野菜なんていうのは全部生で食えるもんですから、まあ、だいたい火を入れるのもね、まあ、1分もやんなくていいと思うんですよね。はい、楽しく飲みながらね、やりましょう。あ、いい匂いが出てきましたね。はい、じゃあそこにね、さっき、取っといた
麺を入れていきます。量が多いねこれ。さすがにねフライパンのようにグッと鍋振りはできないですけど、ね、まあなんとかうまい具合に混ざるように頑張って。はい、まあ適当にね、かき混ぜたところで、じゃあ味付けをしていきます。ケチャップは、麺の入れた量の4分の1ぐらいですね、目安はね。だから 150g 入れたってことは4分の1すると割る4だから、37.5 ですね。約 40g 入れます。こんなもんですね。はい、これで一旦ですね、弱火にします。でね、ケチャップ味が好きな人はもっと足してもいいと思うんですが、その前にちょっとね味を見たいと思います。ちょっとね、カムアマさんもいるんで、はい、どうでしょうか。ちょうどいいよ。ちょうどいい、はい、ちょうどいいという、まあ、お許しが出ましたんで、そこでね、ちょっとね、これウスターソース、ぶっこんできます。あのね、ウスターソースじゃなくてもなんだっけ、オタックソースとか入れる人いるんですよね。僕はねウスター派です。こんな感じ。おー、いい匂いだ。いやー、いい匂いだなこれ。はい、まあ基本的にもう食えますけどね、最後の仕上げとして、はい、残ってたね、これはバターですね。バターを入れてコクを出したいと思います。はい、はい、バターを塗ります。ね、バターはね、本当にあのサイコロ2個分ぐらい。あー、いい匂いだ。バターの匂いがしてきた。はい、できます。はい、じゃあこれで火を落とします。見てみて、全然焦げついてないよ、ほら。あ、じゃあ今日はですね、せっかく家で食べてますんで、ちゃんとしたお皿に持っていきたいと思います。じゃあね、じゃあ僕一人だったらこのまま食べちゃうんだけど、まあ、そういうわけいかないんで、え、かばすごいね、塊で落ちてきた。うわ、いかにもナポリタンだな。でね、見てください、これほら、これがテフロンなんだよね。まあ、このね、テフロン加工してないとかこうこびりつきあります。まあこれはしょうがないよね、まあ、テフロン加工ですから、まあ、こういうキッチンペーパー、こうやって何周かすればですね、ほら、ほとんどの汚れが落ちちゃう。なんかデパートとかのさ、あの即興販売のおじさんみたいなこと言ってるけど、ほら、奥さんどうでしょうってやつですね。さすがだね。じゃあ、まあね、料理の味はね、テフロンとは直接関係ないけど、ね、せっかくですからこれをいただいていきましょう。それではですね、ラージメスティンで作った割には普通の食卓になっちゃったんですけど、ね、ガチで作ったやつね。まあ、基本的にね、山の天場でもまあ作り方は変わらないですね。ただね、何が違うかっていうと、まあ、こんな綺麗なお皿はないってことですね。まあ、あるとすればね、鍋の蓋とかで食ってると。いいね、ここにご飯を追加して食いたいぐらい。ナポリタン弁当。はい、じゃあ分け終わりました。ラージメスティンのテフロン加工で作った
ポリタン。これはうまそうだよ、マジで。これ絶対うまいと思うよ。今日は家ですから、はい、これバジルね。はい、じゃあバジルを、バジルをぶっ込みです。あとやっぱ家だからこれもあるよね、粉チー。はい、粉チーも入れます。はい、粉チー、はい、できました。ラージメスティンで作ったナポリタンです。はい、じゃあこちら食していきたいと思います。はい、いただきます。あ、ナポリタンだ、うん、ナポリタンだよこれ、うん、うまいわ、うん、大丈夫だって素晴らしい。うん、うまっ、おいしい。はい、そういうことで非常によくできたというふうなお褒めの言葉をいただきました。今年はね、あんまり山に行けてないんで、ちょっと平地の動画が多くなると思うんですが、眠ってるクッカーを使って楽しんでいきたいと思います。どうもありがとうございました。カッパパでした。うわ、いい匂い。